はい、皆さんこんにちは、サルです。今回は鉄職人を使って料理をやってみたいと思います。飯テロ動画になりますが、よければ最後までご覧ください。名古屋で雪が降るのは珍しいんですけど、私の住む場所ではね、2回目の積雪です。まあ、こうなるとね、年がいもなくね、ちょっとこう嬉しくて、庭でね、焚き火料理とかをね、してみたくなります。凍ってる。はい、これキャンドゥのね、シェラカップリンダードディッシュ、焼き色をつけただけでね、錆びてるように見えるんですけど、錆びてはないものになります。はい。卵とね、これね、野菜を入れて持ってきました。シェラカップ、リッド&ディッシュ。で、ちょっとね、ラーメンと一緒にね、炒める。これぐらいだな。これだったらいけそう。はい、炎をね、焚き火で、で、これが鉄職人ですね。直径が20センチのね、鉄の深鍋。もうね、炎の強さにね、ちょっとこうびっくりしてますけどね、非常にこう順調にね、自転車ストーブが燃えてます。ゆで卵ちょっとないので仕方ないので、ちょっとね、今日はゆで卵じゃなくて、しょうがないな。こんな風にね、卵をね、ちょっとこう、目玉焼きじゃないんですけどね、こんな風にして今日は使おうと思います。ここに移しましょう。この皿が便利でですね、まあ、お皿じゃなくて本当は鉄の蓋なんですけど、まあ、お皿にもなれば部屋の中ではね、鍋敷きにもなります。でこんな風にね、スナップエンドウとかブロッコリーを炒めてね、こう健康に意識してね、これぐらいかな。でね、冷凍食品のラーメンを今日は使います。 250cc の湯で溶かす感じですね。この日清本麺、生麺茹でたて凍結製法、はい、これがね、直径がね、19センチぐらいあってですね、16、7センチの鍋って多いんですけど、それだとね、ちょっと入らないんですよね。はい、これがね、鉄鍋だとね、綺麗に収まるので、ストレスなくね、作れて嬉しいんです。でこれが冷凍食品はね、いいですね。買った後ね、寒い屋外に置いといてもね、悪くなることがないし、はい、入らなかったりするんで、それでそういう意味でもね、この20センチあるやつだと便利です。これはこちらに取って、よいしょ、蓋をしていきましょう。蓋もね、切りかきをつけたので、ぴったりしまってね、こう早くね、湯を沸かすことができます。はい、こんな感じですね。もうね、何分、5分はかかってましたけどね、10分もはかかってないと思うんですけど、湯が沸いてきましてね。で、スープもね、凍らしてたのか、固まってるので、蓋の上でね、柔らかくしてます。柔らかくなったね。危ない。では、投入しましょう。味噌味のスープですね。はい。まあ、ラーメンはね、皆さんいろんなこだわりがあると思うんですけど、ベーシックなね、味噌ラーメンが好きな方だったらね、これはね、自信を持っておすすめできます。よし、こんなもんかな。完成と。はい、卵を入れて完成です。もうね、熱々で美味しいですね。こんな感じで出来上がりました。ちょっとスープからね、いただいてみます。あ、うまい。もうね、言うことないですね。まあ、寒さもあるんでしょうね。はい、特別ね、もう寒い中で食べる焚き火ラーメンは最高ですね。ということで、完食ね、しました。ごちそうさまでした。はい、ここからはね、別の料理をいこうと思うんですけど、一回火を消してるんでね、また、着火していきます。今度はね、牛乳パックで着火と。まあ、やってる人ね、どうなんでしょうね、多いのか少ないのか分かりませんけど、
めちゃくちゃ寒い時だとね、もう牛乳パック5つぐらいあったらね、あの薪でも炭でも簡単に火がつくのでね、これはおすすめです。はい、まあ、牛乳パックはね特別燃えやすいんですね。でこれ二次燃焼ストーブでねやるとね、もう本当に数分でね大きな炎が出ますの で炭をどんどん入れてちょっとこうね火力が安定するようにしてます。でまた、鉄職人を入れて、油を多めにね入れまして、で今日ねあの鶏の唐揚げをする予定で、あの胸肉をね買ってきてるんですけど、その皮はねこうやって私の場合剥いてハサミでチョキチョキ切ったものをあらかじめね準備しといて、まず最初にね炒めます。これでねあの鶏皮のね油が美味しくてね、餃子はね丸松の浜松餃子、これをいただこうと思います。鶏皮チップっていうんですかね、油も美味しくなるしですね、ちょっとこう餃子を食べる前のねおつまみとしても最高だし、はい、これはね本当におすすめです。まあ結構やってる方いるんじゃないかなと思います。 SB の粗挽き塩コショウですね、もうおつまみとしては最高ですよ。もう早速ねあの一杯、バーボンやりながらねあの料理をしてるんですけど、で餃子もこんな風にね、ちょっと鉄鍋なんでね、あの普通の鉄板である餃子とはね作り方が違うと思うんですけど、まあこのあたりはね、適当にアレンジしてやってます。はい、あのよくね蓋をしてあの水を入れてねこうジューシーに仕上げるとかねあると思うんですけど、今回はどっちかっていうとこう半分揚げ餃子のような感じでねこういう形にしてます。まあ寒いんでですね、これぐらいの方が美味しいですね。もしかするとすごい飯テロ動画になってるかもしれません、すいません。もうねどんどん出来上がりますね。はい、お腹減ってきますかね。これねあの夜中に見ない方がいい動画かもしれませんね。もうねあの実はねどんどん食べながらね飲みながらやってます。焼酎ハイボール和歌山八朔味ですね、今これをねいただきながら餃子をやってます。このねカリッカリなんですよ。うーん絶品です。はい、ということで違う料理に行きたいと思います。今度はね鶏の唐揚げ、油をねさらに大量に入れまして、温度が分かんなかったんでね焚き付け材用の木材を使って油の温度を測ってます。木材から小さい泡がねプツプツと出てくるようだったら私の場合は大体いいかなと思ってます。下味をつけたね胸肉を入れてます。下味はね、生姜醤油につけて、で私がね好きな感じの、スライスに近い形かな、あんな感じで切ってね、30分ぐらいかな1時間ぐらいかな、下味をつけまして、で片栗粉にね軽くまぶして揚げてるだけです。もうね夢中でね飲み食いしてると真っ暗になりましてね、もう夜中になっちゃったんですけど、こんな感じで楽しい晩餐をいただきました。今回の動画ねいかがだったでしょうか。いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。